次に行きましょう。沈まない太陽や月の裏側だって見たことないものいっぱい描きたいの。私このままここにいたらずっと先生やDのことばっかり描くことになっちゃうよ。ずっと私のことばっかり描いてほしいって言ったら怒る？怒るよ。それにどうせ先生のこと描くならもっと上手に描きたい。ダイヤ、そのためにはここじゃ足りない。先生、私シンフォニカに行きたい。もっといろいろなことを学べる場所に行きたい。わかりました。3人でシンフォニカへ行きましょう。やったー。さあダイヤ、夕食の準備を手伝ってくださいませ。ここで食べる最後の晩餐です。腕を振るいますよ。はい。あれ、ディーンは？ディーンなら具合が悪いというので部屋で休ませてますわ。ごめんね、消えて。ダイヤ、危ない！先生！ごめんなさい、ディーンが。ディーンのことは私が何とかするから。先生、今は喋らないで。ごめんなさい、私結局あなたたちに何もしてあげられなかった。そんなことないよ。やだ、先生変なこと言わないで。守りきることも自由を与えて開けることも。違うよ。ごめん先生、私がわがままだっただけだから。いいえ、あなたは本当に賢くていい子。そんなことない。自分の力で自由にどこまでも行ける子。やだよ、先生も一緒じゃなきゃ。私が描いた絵見てくれるんでしょ。海やどこまでも続く草原や金色の砂漠、沈まない太陽や月の私、お母さんみたいなお母さんになりたかったんだよ。次にはその身一つで横たわる。それが儀式のしきたりだ。渡すむ。儀式が終わればちゃんと返すむ。はい、では注水開始。ラジャー。貴様は？おはよう、神聖パパーヌの誕生だむ。 D2 はどこ？その辺にうようよいるむ。わかった。待つむ、この絵本はどうするむ？何それ？ああ、了解。こっちで適当に処分するむ。勝手にして。私は私のやるべきことをやる。私、ずっと不安だったんだなって思うの。あなたとこうして話してるとすごくほっとしてることに気づくの。ただ話してるだけなのにすごく単純。私は自分が思ってるよりずっと子供なのかも。
私に？割と好きだから、その嬉しいわ。まあありがとう。いいから、気にせず呼んだら。わかった？そろそろ日常的な話をしてもいいかもね。事務的な話ばかりじゃ絆なんて深まらないもの。しっかりしてよね、コンダクター。私からそんな指摘をさせないで。